カウボーイを描いた絵画ザ・ハード・クイター。カウボーイは北アメリカ大陸やオーストラリアなどの牧場で見られる畜産業に従事する牧場労働者のこと。牧道。また、同種の職業に従事する女性をカウガールと呼ぶ。メキシコや南米などのスペイン語圏におけるバケロ。それを英語風にしたバッカルーと同じ意味である。仕事中のカウボーイ。コロラド州もともと カウボーイという単語は牛泥棒を意味したとも言われ、牛飼いに対する単語はスペイン語のバケロが使われていた。しかし、19世紀後半に入るとメキシコやテキサスなどを中心に大陸南部から西部、中西部にかけての原野で野生化していた牛を狩り集め、それを市場である東部やゴールドラッシュには区西部に届けるために、 大陸横断鉄道の中継地である中西部や北部の町へ馬と滅馬車を連ね何日もかけて移送する業務ロングドライブに従事していた労働者を指す言葉に変化していった。よって当時は牧場主や牧道、牛飼いをカうボーイと呼ぶことはなかったが現在は牛の世話をする牧道という意味で一般化している。西部開拓の完全な終焉を迎えた20世紀に 入ると、西部劇や小説などにおいて、ノスタルジックなロマンを書き立てる対象として美化され、はじめ、現在では、アメリカの象徴とも言える存在となっている。また職業に関係なく、かかとの高いブーツを履き、カウボーイハットをかぶった者等も、カウボーイと呼ばれることがあり、特に、そういう格好をした、農業従事者や、トラックドライバーや、カントリーミュージシャンなどがそう呼ばれることも多い。 また、その野生的で勇敢なイメージは、アメリカ男性の一般的肖像とされ、それが転じたスラングとして、生きなだて男、やんちゃ坊主、目立ちたがりや、無茶な運転をするドライバーなどをカウボーイと呼ぶ場合も、ある。スペインをはじめイギリスやヨーロッパの文化や、牧道の風俗習慣と、アメリカ先住民の文化がミックスされ、カウボーイの文化が形成された。これは、 アメリカの初期の歴史そのものであり、その影響は現在のアメリカのファッションやスポーツやレジャーから食や風俗習慣まで幅広く浸透していて、アメリカという国を特徴づける大きな要因となっている。カウボーイはネイティブアメリカンとは旧敵でありながら経済活動も盛んであり、その文化的影響も大きい。そしてネイティブアメリカンとバッファローとハイロー狼が織りなす。 悠久の昔から続く関係とその文化がカウボーイを支えていた。アメリカ合衆国は超大国などと表現されるが、その初期を支えたバッファローもネイティブアメリカンも灰色狼も白人の手により殺され、現在では風前の灯火のような存在である。ナットラブ、アフリカ系アメリカ人のカウボーイで、以前は奴隷だった。ハリウッド映画や、 マカロニウエスタンの影響で白人のイメージが強いが、アフリカ系アメリカ人のカウボーイも存在する。1860年代から1880年代における、放牧牛を扱う業界で働いた労働者のうち25%が黒人のカウボーイであり、その数は6000から9000人と推定されている。カウボーイにとってバッファローは、皮肉などの食用だけではなく、その皮も、 丈夫な比較として、ネイティブアメリカンを通してタタンカ川という名称で取引され、カウボーイの必需品の様々なものに加工された。ヨーロッパにおける伝統的馬術に対し、彼らの馬術はカウボーイ馬術として確立されていて、またバグもカウボーイ独特なものになっている。馬はバディであり、その馬が死ぬまで乗ったが、その期間は10年に満たなかったという。アメリカのアラノでヤエズ コロバ社、アイバホ州、1940年開拓の常であるが、社会基盤がない場所での生活は、危険が伴うことや、治療のための銃が必要であり、様々な問題を内包しながらもカウボーイの文化としても、アメリカとしても必需品となっている。ボーイナイフ、北米大陸でのカウボーイの歴史は、メキシコを拠点としていたスペイン人が先人であり、衣服の基本的なアイデンティティは、 スペイン文化にある。なお、ビーズ、ターコイズ、シルバーなどを用いた装飾文化はネイティブアメリカンの文化である。ただし銀在区の基本的技術はスペイン人からナバ補族などに伝わったものであるが、デザインはネイティブアメリカンの文化に由来する。ウェスタンウェアに身を包むアメリカの俳優、ビル・ロジャース。オクラホマ州出身のカウボーイで乗馬や射撃に優れ、 投げ縄に至っては名手であったロジャースは俳優をする、カターラ・ロゲオ選手としても活躍した。寒冷地放牧をする上で移動が伴うことから、必要最低限のものが選択されている。オートミール・ダッチオーブンでチリコンカーンを煮るカウボーイ、テキサス州、1930年頃これらの道具が、アメリカ国内で、トレッキング、アウトドア活動などでも使われるようになった。 第二次世界大戦で戦勝国となったアメリカの文化が20世紀後半に世界各地に広まったので、これらの道具が世界各地に広まった。ブルライディングカウボーイには巧みな馬術と洗練された精神、いわゆるホースマンシップ、さらに卓越したロープ裁きが必要とされるが、最近は牧畜においても機械化や自動化が進み、それらが軽視され始めている傾向もある。ロデオとは、 それらカウボーイのテクニックをスポーツ競技として独立させたもので、後にプロ化され、アメリカの人気スポーツの一つに数えられるまで成長している。ロデオは主に北アメリカカナダオーストラリアで行われるカウボーイのテクニックを競うスポーツで、競技は大きく分けると、ラフストックとタイムイベントの二つが存在する。ラフストック、調教前の馬や野生馬を乗りこなす競技。 8秒以上乗り切ると合格とされ、騎乗者の姿勢や乗り方、馬の暴れっぷりや派手さなどが採点される。また、公式種目ではないが、馬や牛を豚や羊に置き換えた余興や子供向け競技もある。日本では、ジャジャ馬鳴らしや、荒馬乗りや、裸馬騎乗などと呼ばれている。タイムイベント、仕事を完結するまでの時間を争う競技。ブルーイップと、 カウボーイハット競技用のホースシューロデオ大会での余興や前夜祭りで催されることも多いが独立した競技やコンテストでもある。映画では黒人カウボーイが出たものではローレンス・カスダン監督でダニー・グローバーが出演したシルバラードやマリオ・バン・ピー・ブルズ監督主演の黒表のバラード有色人種としてはクリストファー・ケイン監督のヤングガンでは ネイティブアメリカンのカウボーイとして、ルーダイヤモンド・フィリップスが出演している。その後、クリント・イーストウッド監督で、モーガン・フリーマンが出演した、許されざるものに連なり、クエンティン・タランティーノ監督の、ジャンゴながれざるものでは、ジェイミー・フォックスが主演を務めた。コンクリート・カウボーイ、本当の僕はでは、現代の黒人のカウボーイのコミュニティが描かれている。ありがとうございます。